はい、どうも、差し込んでございます。今回もね、また新譜紹介というわけで、こちらでございます。ガガガスペシャルのザ・ガガガスペシャルっていうね、アルバムのタイトルがね、自分のバンド名っていうね、まあ大体ファーストアルバムだとさ、自分のバンド名をドンと出ただけで終わるんだけど、今回ガガガスペシャルさん、何枚目のアルバムですかね。もう12、3枚ぐらい発売してるんでしょうかね。それなのにもう、ね、タイトルはザ・ガガガスペシャル。もうなんか原点回帰したような感じのアルバムでしたね。あのね、まあ、いつものようにね、まあ、メドリーもね、曲も何もかも良かったんだけど、改めてこれを聞くと、やっぱコーラスワークが非常にうまいなと思った。一見ね、青春パンクに思えますけど、綺麗なコーラスなんですよ。いやーもうね、なんか、最初のね、これでいいのなっていうね、まあ、天才バカボンのタイトルみたいな感じの曲があるんだけど、すいません。ちょっと音痴すぎて、ちょっとあんまりちょっと表現できなかったんだけど、そこのね、ハモリっていうかコーラスワークが非常に良かった。耳に残ったね、一瞬で。俺はそこまで記憶力良くないんやけど、良かった。もう、まあ彼らのね、コーラスワークで言うと、もう、まあ大体の曲全部コーラスやってんだけど、やっぱギターとベースの2人のね、コーラスがね、もう相まって、で、もう、コザックさんのね、もう、がなり声っていうか、もう、男を感じる声。で、もう、田島さんのね、力強いドラムがあってこそのガガスペシャルじゃないでしょうかね。まあ残念ながらね、ベースの桑原さんがね、ちょっとコロナウイルスに感染して、ちょっと一部のライブを、ちょっと中止っていうか、出演辞退したみたいなんだけどね。まあちょっと、やっぱ最近ね、バンドマンがね、結構コロナウイルスに感染してるんでね。まあね、それに負けずにね、この曲を、このアルバムを聴いて、いい感じでね、盛り上がってみたら、いいんじゃないでしょうか。というわけで、今回、ザ・ガガガスペシャルっていうアルバムを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。